先日行われました月曜コメンテーター桂天吾さん出演の関西学院大学兜山落語研究会歴代部長3人による3人会三日月の会、私橋本も聞いてきました。ご覧いただきましょう。上方落語の饒舌の寄席、神戸新開地喜楽館、伊藤志龍支配人です。呼び込んでおります。さあこの日は1階席満席の大入り。天吾さんも番組では見せないこの表情。太鼓を打ちます。はい、はい、手弁当でね、待ちに待った三日月の会が開演です。まずは天吾さんの一学年下、笑福亭京二さん。小太郎なんで泣いてんねん。おたちゃんがどついた拍子に雨落とした。現在の、そして天吾さんの一学年上、桂源太さん。よそでは言わんようにしていただきたい。いよいよ天吾さんの出番です。今日のご来場者数は大体180名ぐらい、すごいですよね。2人でこの間やった時76人やったんですよ。教授が一人入ったせいでもう100人ぐらい増えてる。あいつ一人で倍以上になるんですよ。後輩もうこういう早い目は早いこと潰しとかん。こんな発言見逃していいじゃないですか。受けた受けた。さあ今週の天吾さんのネタは古典落語の素人浄瑠璃、ダイナミックな動きで笑わせます。なら聞いてみる。言われたそこまで言わんでもええやないか。ムカムカします。2階でバナナ食って寝ます。そして大喜利のコーナー、私もアンバサダーとして高座に上がりました。笑点大喜利の時間がやった、はい、大丈夫大丈夫大丈夫これ。なかなか春風亭昇太さんにお越しいただくわけにもいかず、はい、先生役司会役は喜楽館支配人の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いします。サンテレビでおなじみのアナウンサー橋本さんが今日来られてるということで、はい、橋本アナウンサーでございます。現在ネタチプラスという番組でサンテレビ夕方5時5分からで、月曜日天吾さんと私、はい、コンビでやらせてもらってます。コンビで、はい、はい、やらせてもらってます。ほんで橋本さんは喜楽館のアンバサダーでもあります。そうなんですね、はい、今年から伊藤支配人に指名いただきまして、はい、何かしら魅力ながらアンバサダーとして喜楽館と上方落語の魅力を伝えていこうというところで今日お邪魔しております。はい、でこれから、実は大喜利3つお遊びしますが、せっかくですので1つ目のお遊びは橋本さん参加してください。じゃあ1つ目のお題はですね、はい、これまたうまい具合に喜楽館新開地、これ5文字で収まりますんで、これを使って五七五三テレビ入れてもいいですよ。三テレビ。喜楽館、ここが兵庫の USJ。 うまい、おーうまい。喜楽館5年後落語の中心地、新開地ボート福原パチンコ屋。おっしゃる通りで非常に風情のある。おっ、はい、サンテレビいつも心に喜楽館。おお、アンバサダーだ。これからやらせてもらいます。アンバサダー。はい、はい、ほら、サンテレビ、はい、試合はいつも最後まで。おお、ありがとうございます。おお、お後がよろしいようでというところで、無茶ぶりで私もたじたじになりましたけれども、三日月の会は大盛況で終了いたしました。点数をつけるならせーのでどうぞ。せーの、180点。何点90点。120点。180点。ああもう伸びしろないですね。半年後にまたここで喜楽館でさせていただきます。はいはい、よかったらね、喜楽館とともにちょっと僕らも、はい、スターになりたいなと、はいはい、そんな夢を持って3人頑張ってます。サンテレビも応援してください。お願いします。お願いします。
いや大盛況でした。素晴らしかった。天狗さん、はい、受けてましたよ。いやもう、うん、ありがとうございます、はい、うん、なんかあの恥ずかしいですね、もうあのプロの技を見ました。いやいやいや、大喜利もそうですけど、はい、落語をありがとうございます。あれだけ3人が結構長尺でやったっていう、うん、そうですね、普段の、はい、だって前座の出番が多いんで、もうほんま10分15分で降りなあかんねん、30分あるから ね、はい、ね、うん、ほんまに子供の時からよう馴染んでた新海地で、まさかサンテレビがこうついてくれて、うん、楽しかったです。来月の独演会もチケットが残り、はい、10枚ぐらいになりましたんで来てください、中之島会館。そういうことですね。柴原さん1区行きましょうか、急にね。いやいや、もう3秒、無理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 さようなら。